攻撃かサンマルティンか迷ったんだよ今回だって。いやマジでこれ勝攻撃で痛いな。前走達合技本命にしたからね俺。達合技3万でよかったな。前走本命にしたんだけど俺達合技。ああ、レパード行かなくていいでしょもう。いやまだ分かんない、確定来てないでしょまだ。まだ確定来てないでしょまだ。いやマジで本当に本当なのね。お前マジで勘弁して本当に。花さ？いや分かんない、これでもう確定しましたってなるから。あーマジでショックなんだがこれ。それダブルショックなんだよ、達合劇来て。あ、まあ続いてんじゃん。達合劇に。いやマジムカつくんだけど俺。ないわー。まさか達合、俺前走本命にしたんだよ達合劇俺。で、迷ったんだよ。今日ツイッターで達合劇、レムーロでないわ、みたいな言っててさ。いや、ストロングタイタン飛んだでしょ、だから。かぁ。あ、新潟締め切っちゃった。締め切っちゃった、やろうと思った。あー、3万負けだよ、今日は。花咲かよ、マジで。ないわ。いや、これでノーブルサターン1着になったら、俺もう泣くよ。これ、ノーブルサターン1着になったら泣きます、俺。単勝40倍。テンザワールドかノーブルサターンが1着になったら、負け、もう、今日は。それ買おうと思ってたんだよ。ノーブルサターンの単勝3000円と、テンザワールドの単勝7000円買おうと思ったの。取り返すために。これ来たらどうしよう、マジで。まあ、1着じゃなければいいけどさ。もうエピカリス頑張ってほしいね、もうこれ。エピカリス、鉄板でしょ、もう。エピカリス買ってほしいやん、もうこれ。そしたら1万円助かったってことになるから。あー、もう何、話さねえわ。いや、マジでや、でも興奮したわ、最後。もう熱いな、マジで。いや、話さだね、だって。はあ、達合劇なあ。でも最後直線先頭に立ったんでしょ、1回、サンマルティ。最後、金量の差が出たよな、2キロ。じゃエピカリス頼む、エピカリス来て、エピカリス、本当にお願いします、エピカリス。もうこれ1万円ね、助かったと思いたいから、せめて。お願いします、本当は。エピカリス。エピカリス、ね、1着でお願いします。あノーブルサターンとテンザワールドが1着になったら、もう俺、もう競馬絶対やめます。もう引退します、競馬俺。テンザワールドかノーブルサターン1着になった。この2頭がどっちか1着になったら、俺はもう、本当にもう、競馬の神に見放されてる。だって、花差で負けてね。単勝で花差で負けて、で、今回ね、締め切りで買えなかったテンザワールドノーブルサターンが1着になったら、もう競馬も、もう、あれでしょ。もう競馬なんかもう、やんない方がいいでしょ、もう。こんな。
いや、もうやんないよ、したら。もし来たら。ハリ君のテソール終わったわ。ノーブルサターン3番手あたりが。これね、前有利だけど、あんまり前が飛ばしすぎるとハイペースになるから、前崩れの差し追い込みが台頭する可能性もあるね。可能性としてはね、ただ、前残りの方が可能性は高いと思うけど。うん、2って何？2って。2って何？あ、よかった、やった、やったー、やんなくてよかった。2級、よし、よかった、やんなくてよかった。マジ1万円助かったわ。危ない、本当に危ねえ、危ねえ。よく締め切ってくれた、これ。あ、ローズプリンダムね。エピカリスとか買うやつバカなんじゃないの、本当に。うん。前が壁になっているかで、ね、エピカリス。うん、よかった。1万円助かった。ああ、よかった。買わなくて。まあ、ルメールもね、人間だから、ね、前が壁になることもあるよ。うん。じゃあ、ルメールだってね、下手こくときあるでしょ。いやー、でも、タツゴーギー痛かったなー。タツゴーギーにすればよかったなー。もうなんか、ね、デムーロで、人気しちゃった後だから、買いたくなかったんよね。うん、初始貫徹で発号機にすればよかった、ほんと。だってあれさ、デムールじゃなくて最初から秋山だったらさ、絶対10倍以上なってたよ、単勝。7倍じゃなくて。絶対なってたよね。最初から秋山だったら。デムールだからってただ人気してただけで。もしあれが最初から秋山だったら、あれがもし俺秋山だったらもう初始貫徹で発号機だったんだよ、絶対。で、俺、デムールで人気しちゃったからもうなんかこれ美味しくないなと思って。うん。だって7倍でしょ、美味しくないでしょ、タツゴーギー。リスクのがでかいでしょ、7倍だったら、タツゴーギー。うん。ねえ、50ね、前走52キロでね、負けてね。絶対秋山が最初からだったら10倍以上ついてたと思うよ、単勝。10倍か9倍とか、そこらだったと思うよ。9.5 倍とか。はぁ、3万万、そんなことで3万もないってもう金ないよ、マジで。サンマルティン来たじゃん、なんか2着。うん。サンマルティンは期待値があったから。うん、だって54キロでしょ？絶対、なんていうの、ハンデが、いいじゃん、54キロ。ああ、もう最終はいいでしょう、もう。いやー、鼻沢痛いなー、ね、本当に。鼻沢だよ、だって。いや、無理だって。いや、これ1万円ね、助かったけど、いや、無理でしょう、最終は。いやー、マジでこれもう本当に俺ショックだ、今日。いや、脱力するってしない方が、じゃあ君たちがじゃあね、3万ね、単勝で行ってて、鼻差で負けてみ？ねえ。ショック受けない？